野間清治は、講談社創業者であり、元放置新聞社社長。雑誌王と呼ばれ、昭和時代前期の出版会を牽引した。父の野間義治は、北進一刀流の剣豪、森洋蔵の皇帝で、母冬は森洋蔵の長女である。清治も剣道に励んだが、1912年、東京帝国大学での稽古中に、アキレス腱を断裂し、修行を断念。 その後は、剣道家のパトロンとして活動する。屋敷内に、野間道場を開設し、持田聖治や中山博道など有名な剣道家を、艦隊するとともに、講談社の全社員に剣道を奨励するなど、全人教育として、剣道の普及に努め、剣道社長と呼ばれた。息子の野間久氏には尋常小学校卒業後は、進学させず、帝王学とも言える。 独自の教育を施した。久しは1934年開催の剣道展覧試合で優勝し、昭和の大剣士と歌われた。ただし、久しを勝たせるため、東京予選決勝の対戦相手である老いの森、虎尾に養育した恩を盾に詰め寄り、わざと負けさせたと当時から噂があった。現在でも森虎尾の伝記では、そのように描かれている。 ビジネスにおける倫理の大切さを主張。ビジネスに奔走した自らの経験を踏まえ、成功への近道とは、道徳的な道に他ならないとし、収容を積むことの大切さを説いた。公共心旺盛で、社会貢献に積極的であった。奉仕的理想を抱くことが大切であるとして、数々の社会貢献活動を行った。その意志は、現在の講談社にも受け継がれ、 講談社、野間記念館では、横山大館やかぶ清方の日本画や過去に、講談社の雑誌で用いた漫画の原画などを収蔵している。ありがとうございます。